政府が8月の使用分から再開する電気料金の補助について標準的な世帯で月1400円の負担を軽減する方向で調整に入ったことが分かりました期間は10月の使用分までの3ヶ月間で1キロワットアワーあたり3.5円を補助する方針です電気料金の補助は先月使用分で打ち切られましたが4月までの補助額と同水準で支援します 財源は物価高対策の予備費を活用します。